ばんは。あ、こんばんは。はい。今話してたんですけども、はい、こう橋本です。橋本といえば、はい、ご存知ですか。いや、僕全然。リニア新幹線の駅です。いや、来ます。通ってないじゃないですか、何も。まだオリンピックのさらに先の話です。そんな未来のこと、え、2027年でしたっけ、リニア新幹線。十何年後かに。ただし、ここ今 JR と京王線の駅あるんですけど、はい、ここにはできないんですよ。地下にできるって話なんだけど、はい、ここの地下じゃないんですよ。またここでもない。ここでもない。相原高校っていう高校があるんですけど、はい、高校の地下にできるらしいんですよ。地下。今高校がある場所の地下。地下。行きますか。見てみたい、見てみたい。はい。え、走る。追いかけましょう。なんで走るんだろう。あの人なんで走ってんのか分かんないけど、追いかけましょう、とりあえず。やばい、でも目立つ服着てるからすごいありがたい。そこに高校があるんですよ、相原高校。あります、体育館ありますね。結構専門的な高校で、はい、いろんなコンピューターの勉強とかしてるんですけど、はい、あそこの地下にできます。なんとしかも高校がそれで移転させられてしまうっていう、はい、この上にポコってできるのか、もしくは本当に全部地下になるのか分かんないですけど、まあ随分先の話ですけどもね。あでもこれ完成が楽しみですね。楽しみです、ね、どうなるのか。めちゃくちゃ有名になるのかなっていう、そんな感じです。ミニ情報。皆さん今のうちにここの物件押さえておきましょう。この近辺の立ち退きになる可能性ありますけど、ね、立ち退かされるときにマンションと交換してくれますから。こんな新幹線は嫌だ。線路がほぼジェットコースターだ。